可愛すぎる日本の妖怪五選。おはこんばんにゃんこ、ナビゲーターのにゃいです。皆さんは妖怪って信じますか？なんだか恐ろしいもの、悪いものっていうイメージがあるかもしれませんが、日本で暮らす妖怪の中には可愛い子たちも実はいるんです。今回はそんな可愛い妖怪を5つ選んでご紹介します。知ってるようで知らない妖怪たちの素顔にびっくりすることもあるかもしれませんね。それでは楽しんでいきましょう。カラバックル。アイヌ語で吹きの歯の下の人という意味を持つコロボックルは、北海道や七間列島などで広く伝えられてきた妖怪です。人間に似た姿をしていて、物々交換をするなど人とも交流がありましたけれども、その性格はとっても控えめで、決して人間の前に姿を現すことはなかったんだといいます。北海道十勝地方にはこんな伝説が残っています。ある男がコロボックルと取引をしていた時のことでした。男はコロボックルの姿を見ようとして手を引っ張って明かりの下に引っ張り出しました。すると、とても美しい女の人だったのです。コロボックルはこれに怒って呪いの呪文を唱えて去っていきました。その呪文はトカプチ、水は枯れろ、魚は腐れという意味だそうです。この呪文からトカチという地名になったのだとか。かわいい小さな妖怪と思いがちですが、恐ろしい呪いもかけることができるなんてびっくりですね。またコロボックルというと吹きの歯の下で雨宿りをしているイメージがありますが、北海道には2メートル以上になる吹きが生えているそうです。もしかするとコロボックルは思ったよりずっと大きいのかもしれませんね。ケサランパサラン。白くてふわふわした不思議なもの、妖怪というよりは未確認生物に近いのかもしれませんが、捕まえて飼うと幸せになるという言い伝えがあり、東北地方に多く生息しています。何を食べるのだろうと思いますが、なんとおしろいなんだそうです。穴を開けた霧の箱に入れて餌をあげると増えるとも言われています。霧の箱に穴を開けるのは呼吸をするためだそうです。実際にケサランパサランを捕獲した人は、意志を持ったように動くので生きていると思ったと言っています。ですが、動物の毛玉や植物の綿毛などその正体を推測する声も多数あります。その名前の由来はスペイン語のなるようになるさという意味のキセラセラやパサパサしているとか、東北地方の方言から来ているなど様々です。幸せを運んできてくれるなんて素敵な妖怪ですね。琵琶の木のそばで飛んでいることが多いそうです。ぜひ捕まえてはいかがでしょうか。アマビエ。コロナ禍で注目を集めたのがアマビエです。まるで人魚のようなその姿を描いて広めると疫病がなくなるという伝承があるのです。実際にツイッター上で行われたアマビエチャレンジは多くの人が参加してバズったことも記憶に新しいですね。ちなみにニャイが描いたアマビエがこちら、アマビエチャレンジにも参加しました。さてさて、この甘エビじゃなくてアマビエ。今現在確認されているのは江戸時代に描かれた一枚の瓦版のみです。瓦版というものは今でいう新聞のようなもので、災害や事件の記事を紙に印刷したもののことを言います。その瓦版にはこう書かれていました。肥後の国の海で光る物体が毎晩出てきたため、役人が見に行ったところ、妖怪が姿を見せた。その妖怪は、私はアマビエである。今年から6年間作物がたくさん収穫できる豊作になるが、悪い病気も流行る。私の姿を描いた絵をみんなに配りなさいと言って海に帰っていった。役人はその姿を描き江戸に届けたという。その瓦版に描かれたアマビエが私たちが知っているなんとも可愛らしいこの姿なんです。ちなみに肥後の国というのは今でいう熊本県のことだそうです。実はアマビエによく似たアマビコという妖怪がいます。
アマビエとは対照的にアマビコの目撃情報は多数存在します。お話も似たようなもので、アマビコもアマビエと同じように災害を予言した後、自分の姿を広めなさいと言ったのだとか。そのためアマビエを目撃した役人がアマビコと間違えてアマビエと書いてしまったという説もあるそうです。もしそうだとしても、断然見た目が可愛いのはアマビエですよね。だからこそ目撃情報が一つしかないのに、これだけ多くの人に広まったのでしょう。みんなでアマビエを広めてコロナをやっつけたいですね。豆だぬき。小型犬と同じくらいの大きさで、主に関西に住む豆だぬき。その名の通り、タヌキの妖怪で化けたり人間を騙したりするのが得意と言われています。人間を騙すなんて可愛くないと思うかもしれませんが、豆だぬきはむやみやたらに騙すわけではありません。悪いことをした人間に仕返しをするのだそうです。江戸時代に出版された絵本百物語には豆だぬきについてこう書かれています。小雨の降る夜は陰嚢を担いで酒の肴を買いに来た。変装してお酒のおつまみを買いに来るなんて可愛らしいですね。タヌキが人間を化かす話は文武茶釜でも有名ですよね。また居酒屋さんの前などで見かける信楽焼きのタヌキさん、手にとっくりと帳面を持っていますが、これも豆だぬきに由来しているのだそうです。昔からタヌキやキツネは人間を化かすと信じられてきました。豆だぬきは日本人にとって親しみ深い可愛い妖怪といえますね。キジムナー。沖縄に住むキジムナーは赤い体に赤い髪の毛をしていると言われています。地域によっては木の枝のような細い手足を持っている。真っ黒、ほうきのようだといろいろな姿で現れるそうです。ガジュマルの木を寝床にしていて、どんな隙間でも入り込むことができるんだとか。小さな猿のような顔で可愛らしいですが、妖怪らしい一面も持っています。キジムナーが住んでいる木を切ったりすると人間に仕返しをするのだそうです。また火をつかさどる妖怪としても知られていて、毎年旧暦の8月10日にはキジムナー日が出ると言われています。家の屋根にキジムナー日が現れると、その家には良くないことが起こるのだそうです。また魚釣りがとっても上手で、仲良くなった人間の漁の手伝いもしてくれます。魚の目玉をあげるととっても喜ぶのだそうです。そんなキジムナーが怖いのはタコやニワトリ、そして人間のおならなんだそうです。そういうところも可愛いですね。さて、日本に住む可愛い妖怪を5つご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。どの妖怪も可愛いですが、最後に出てきたキジムナー、好物は魚の目玉とご紹介しましたが、特に左目が好きなんだそうです。でも右目と左目って何が違うのかな。知ってる人がいたらコメント欄で教えてくださいね。よろしくお願いします。あー、そうそう、本編中にも出てきましたが、ツイッターやってます。ほとんどおそ松さんのことしかつぶやいていませんが、そちらもフォローしてもらえると嬉しいです。ちなみに一番大好きなのは自主末です。それにしても妖怪にはいろいろな種類がありますね。人間、動物、魚、植物、その姿は様々ですが、どの妖怪も人間に親しまれているのが分かりました。でも絶対に妖怪に悪いことをしてはいけません。いくら可愛いと言っても怖い仕返しが待っているのですから。最後までご視聴いただきありがとうございました。ちょっとでも面白かったよと思ったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。他にも動画を上げていますので、よかったらそちらの方もご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ほい、またね、バイバーイ。